いどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、長野県の渋温泉におります。前回の動画をまず概要欄 URL よりご覧いただけたら非常に嬉しいです。もうね、パート何に分かれてるかわからないぐらい動画撮りまくってますね。で、今から渋温泉で少しお土産を買ってから、なんと軽井沢に向かっちゃいます。じゃあ渋温泉歩きますか。でい3日連続この渋温泉街に来ましたね。飽きない風景。昨日は大雨だったし、一昨日は初日で疲れ果ててたし、これぐらい余裕があるとまた楽しめますね、この温泉街を。猿が廃墟の中に、かわいすぎる。そしてこっちにもいる。また見て、あーすっごいいる。な、2匹。あ、小猿が。いやー、昨日地獄谷で猿が見れなかったから嬉しい。ここでまた見れるのが、可愛かったし。こちらでおまんじゅうを購入いたします。お土産も買ったので車に戻ります。渋温泉街もう少し歩きたかったんですけど、金具屋さんとか行きたかったんですけどね、もう一回歩き出しちゃうと止まらなくなるので、すごく名残惜しいですけど、次の目的地軽井沢に向かいます。出発しました。ほんと名残惜しい。もう昨日泊まった宿も最高だった。また渋温泉もし来たら同じ宿泊まっていろんな居酒屋試してみたいですね。時期がちょっと悪かったかもしれない、今回は。では軽井沢向かう途中にお蕎麦屋さんに行きますか。サインの数がすごいですね。うまそう。いただきます。ごちそうさまでした。ゴード食堂さん、郷土食堂さんか、名前ちょっとわからないですけど、美味しかった。しめじの天ぷらと、あと缶釣りっていうんですかね、初めて食べましたけど、わさびの代わりに乗せて食べるやつだったんですけど、あれいろんなのに合いそうだな。いや、ただね、あったかいそばはちょっとないかなと思いました。やはりそばは冷たいそばが美味しいね。ではこの後は2時間ぐらいドライブです。このね、晴天の下たまらないっすよ。ドライブ楽しみだ。見てこの景色、すごいすごい。なんて景色でしょうか。空が、地形はやーばー、脳汁あふれる。今日ですね、軽井沢に行って晩飯を食べるわけなんですけど、アトリエド・フロマージュという以前行ったことのあるピザ屋さんがお休みなので、もう一つ調べて、カスターニエさんだっけなっていうお店がすごい評価良くて、そこに行きたいんですけど、さっきねネット予約を見たら、なんだろう、できなかったんですよね。だからね、すっごい嫌な予感するんすよね。せっかく軽井沢行くんだったら、軽井沢の雰囲気を味わえるディナーを食べたいんですけど、どうなるんでしょうか。
どんどん山の中へ入っていきますよ。いいですよ、楽しいですよ。道の駅とかひょこっと出てこないかな。菅平高原っていうんですかね、スキー場がたくさんあります。そしてたくさんの廃墟もありますね。あ、これは間違いなく観光地だ。おー、いいわ、廃墟いいわ。あー、空気うまい、眠い。空気うまい、眠い。ね、道の駅に着きました。雷電くるみの里という道の駅ですね。景色見てください、これすげえいいとこなんですよ。雷電ってお相撲さんの雷電ですかね。やはりそうでしたね、お相撲さんの雷電さん。長野県東御市は出身なのかな。いい道の駅ですね。なんと景色の良い道の駅なんでしょうか。いろいろ食べたいものあったんですけど、お休みみたいで買えないっすね。この雷電焼き食べたかったな。道の駅出ました。いい休憩になりましたね。欲を言えば何か食べたかったですけど、もう何も売ってなかったのでしょうがないですね。あと食堂がすごく混んでて、何かあれなんですかね、名物があるんですかね。軽井沢まであと30分ちょいぐらいなので、またドライブを楽しみますか。そして着いたらこれ寝ちゃいそう、眠気がやばいっすね。では残りの30分楽しみます。軽井沢町に入りました。渋滞がすごいわ。軽井沢の駅前近くの公園の駐車場に着きました。本当は春にレテラスとか軽井沢銀座行きたかったんですけど、風が強すぎるのと眠気があるので、ここで仮眠を取ってで、宿にチェックインして夜ご飯を食べに行く流れにしようかなと思います。ほとんどドライブの動画になっちゃいましたけど、この辺で一旦切っとかないとものすごい長い動画になっちゃうんで、また夜ご飯編、宿編は動画を分けさせていただきます。ではまた軽井沢後編でお会いしましょう。バイバイ。やりました、予約取れました。ネット予約でもう今日ダメだと思ってたから。何これすごい。